2024年6月4日、鹿児島市川上町スタートで、鹿児島県なんやかんや話。今日はね、ちょっとね、ギチギチ天文館っていうあれで話をするからね、体験者が語るってあるでしょう。しかもその下にギチギチ天文館の謎が解けたぞってあるけど、その体験者は誰かというとね、この私めでございますがよ、やっと気づいた。そのギチギチ天文館っていうのは、もう大勢の人で身動きができない頃の天文館のことを言うんだけど、それをね、おまかせさんはね、体験したのよ。で、その頃の状況を思い出せば、この天文館がね、にぎわっていた頃のなんかヒントがそのあたりにあるんじゃないかなと思って、考え始めたわけよ。あ、そう、これはもうついこの間だよ。ついこの間、そのヒントの糸口が見つかったのはね、天文館っていうのは、天文館電って、あそこから無邪気、白熊で有名でしょ。あそこまでをだいたい天文館っていうわけさ。で、この前の何かのコメントの時に、あそこまでがだいたい200メートル。いや、コメントじゃなくて動画の中で言ったかもしれないね。で、200メートルって言った時は覚えてなかったけど、考えつけもしなかったけど、改めてその当時の200メートルがどういう状況だったっけと思った時に、ふと考えたのは、おまかせさんがそのギチギチ体験をしたのはいつも夜だったのよ。それも6時半から夜のね、7時半にかけてのだいたい1時間、それからその後の1時間ぐらいで、昼間がね、ギチギチだったっていうのを記憶がないね。だったらその1時間ぐらいの間に何が起こったけとか、どういうイベントがあったけって考えた時に、なんだということに気づいたね。簡単に言うと物理現象だったがよ。物理現象ってわかるけ、要するにその経済効果を生まない、経済効果を生まない物理効果。いや、6時半っていうのはね、大体はね、映画館の最終上映が始まる頃なの。わかる？だからその時間にを目指して、集まる人ね、が一つ。それと最終上映の一つ前の映画が終わって映画館から出てくる人が一つ。いや、これはね、天文館は映画館いっぱいあったから、その入れ替えだけでもすごかったの、今考えてみるとよ。そしてそれに加えて、パチンコ屋さんに朝からいた人、まあ昼からでもいいけど、の人たちが、あ、もうそろそろ腹が減ったね、帰ろうかなっていう時間帯がだいたい6時からまあ7時ぐらいで、それと映画が終わった、見終わったから、どらパチンコでもしてみようかなっていう人と、その今パチンコで負けたり帰ろうとした人がこう入れ替わる、その人たちでね、要するにその一時的に、どういうけ、水道の水を兼ねてはそんなにこうあれはないんだけども、両サイドから水をがこう水蛇口をキュッキュッキュッってし開けると、そこからパーって溢れるようになるがね、こうね。で、それが溢れないでギュッて固まったのが、そのギチギチ天文館の状態。いや、そこにはね、
経済につながるような活動はほとんどなかったよ。いや、来る人も帰る人もほとんど徒歩だったのよ、歩いて。だから今日の、キーワードを言うと、ギチギチ天文館というよりも、当時の人間は3キロ4キロぐらいは平気で歩いていた。天文館と全然結びつかないようだけど、これに気づいたところがね、あれだった。当時の鹿児島を、がこうだった。それとこの、それをその後に急速に天文館がさびれていったり、車社会になったりして、その頃からね、変わり始めたのよ。いろんな要因があるんだけども、その辺りのことはね、次の動画で言う。だからそのギチギチ天文館とつながらない、その当時の人は歩いていたっていうのは、皆さんにとっては、何って謎かもしれないけど、もうこの歩いて来ていたっていうことだけで、当時の鹿児島市内ねの住宅事情っていうのが分かる。それと今日は言わないけど、その頃のタクシーといえば流しだったの、流し。それも言わない、長くなるからね。だからその鹿児島に、いわゆる道路もいわゆる公共交通機関っていうか、その道路網が発達しないのもその辺りにある。ちょっと最後はぐだぐだだったけど、あれ覚えててね、当時はみんなが歩いていたっていうのをね。また謎を読んでしまったかね。ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。